皆さんこんにちはこれまで皆さんは自分たちが住む市や県のことについて学習してきましたね。5年生では日本全体や世界のことに目を向けて学習をしていきますさて世界には190以上もの国があると言われていますが 皆なさんはどのくらい知っていますかサッカーが有名な国や野球が有名な国などいろいろあると思います考えてみてください10個以上思いついた人はすごいですねではそれらの国々は日本から見て東西 南、北、どちらにあるでしょうかうーん、わからないという国も結構あったのではないでしょうか今日は世界の国がどこにあるのか日本はどこにあってどのように広がっているのかということについて学習をしていきます。 皆さんが調べていくのに地球儀や地図帳を使って調べるとわかりやすいですね手元に地図帳があるという人は開いてみてくださいまず地球儀と地図帳はどう違うのかということについて 学習していきます地球儀は地球を小さくして球体で表したものなので実際の広さや距離を正しくつかむことができますグリーンランドを例に見ていきたいと思いますグリーンランドは地図では のの大陸と同じぐらいい広ささで表されていますしかし地球儀で見てみるとそんなに大きくはありませんこれは丸い地球を平らな地図で表しているので歪みが出てきているせいです地図帳ではグリーンランドは 実際の17倍の大きさで表されています次に地球儀と地図帳で共通しているものを見ていきたいと思います地図帳にも地球儀にも縦の線と横の線があると思いますそれは位置を表すための線です 例えば皆さんが教室で自分の席を伝えるときに何と言って伝えますかあそこの席誰々さんの隣の席席誰さん隣と言っても分かると思いますがちょっと伝わりにくいですよね。より伝わりやすいのは窓側から何番目で後ろから何番目というように基準となるところから どのくらい離れているかということについて言うと分かりやすいですね地球でも同じように縦線と横線で位置を表しています縦線を K 線と言い,いイギリスのクリニッチ天文台を通るゼロ度の線から 東側を統計西側を成形といい度のところままでありますちょっと分かりにくいかもしれませんので地球儀で見てみましょう北半球側から見て0度の線があって東側を統計西側を成形 このようにすると分かりやすいのではないでしょうか次に横線を緯線と言いい0度の線を赤道と言います赤道から北半球側を北緯南側を南緯と言いますちなみに 千葉県の県庁所在地の千葉市は北緯35度東経140度のところにあります次に陸地を見てみましょう地球は大きく分けて6つの大陸がありますユーラシア大陸アフリカ大陸 北アメリカ大陸南アメリカ大陸オーストラリア大陸南極大陸の6つです日本はユーラシア大陸の東側にありますね次は海を見てみましょう地球の海は 多く分けて3つあります太平洋インド洋地図で切れていますが実際はくっついています大西洋の3つです日本は太平洋の西側にありますね では世界の国々はどこにあるのかを見ていきましょう日本がどこにあるかわかりますかわからない人はいませんねそうですここにありますちなみに日本の国旗の赤い丸は日の出を表しているとも言われています次に アメリカ合衆国を探してみてください。見つかりましたか先ほど大陸の名前でも出てきましたね。そうです。ここにあります。ちなみに、アメリカの国旗の五十の星は現在の州の数。十三の赤白の線は。 イギリスから独立した時の州の数と言われていますこのように国旗には国の歴史やありさまに深く関わっているので国だけではなく国旗も一緒に探してみると面白いですね他の国々はどうでしょうかでは調べてみてくださいえ ちょっと大変無理っていう声が聞こえてきそうです。難しいなあと思う人はおうちの人と一緒に国名や国旗のクイズで楽しく探してみてください。今日は二つクイズを紹介しますので、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。 1>, 1つ目は似ている国,国旗探しです先ほども出てきましたがこの国旗はどこの国の国旗か分かりますねそうです日本の国旗ですこの国旗に似ている国が2つあります探してみてください世界は広いので 難しいですかねヒントはユーラシア大陸の東側です見つかりましたか答えはインドの横のバングラデシュと太平洋の島国パラオです他にも 似ている国旗がありますのでぜひ探してみてくださいクイズの二つ目に行きます次のクイズは国旗から国の場所や国の名前を当てるクイズですこの国旗はどこの国の国旗でしょうか また場所はどこでしょうか探してみてくださいヒントはアフリカ大陸です見つかりましたかはい先生アフリカ大陸のベナンです残念 似ている国旗ですが違いますね答えはここまだガスカルまだガスカルですこのように国旗や国名のクイズでいろいろな国を探してみると面白いですね他にもたくさん国がありますので ぜひ探してみてくださいでは今日のまとめをしたいと思います世界にはいろいろな国がありそれぞれに国旗があることがわかりましたねまた日本は何という大陸のどちら側にあって 何という身のどちら側にあったか、思い出して、この空いている四角のところを埋めてみてください。これで、今日の学習を終わりにします。ありがとうございました。